はいどうも、都市伝説ミュージアムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回ですね、前回に引き続き職業にまつわる怖い話ですね。はい、こちらをご紹介させていただきます。ではまず一人目でございます。一人目はプリリンゴさんです。あざす。あざす。私は葬儀の司会の仕事をしています。あれは私が仕事を始めて3年ほど経った頃だったと思います。うん、夢の中で私はどこかの会社の事務員として働いていました。うん、仕事が立て込んでいて、始業時間より随分早い早朝、まだ薄暗い時間に出社した私は、誰もいない社内の2階トイレで事務服に着替えようと上に上がり、左側の個室が2つ、右側に1つあったそのうちの左奥の個室に入りました。すると扉の向こうをカリカリと引っかくような音とともに、開けて開けてとおばあさんの声がするのです。うん、驚いて勢いよく扉を開けて、私は1階に逃げるように走りました。外に出る扉までの廊下には、なぜか昔のお城にあったような金屏風に錦絵が描かれているような重たい襖が何枚もあり、それを開けては閉めてを繰り返しながら外に飛び出して車に乗り、エンジンをかけようとしましたが、焦ってなかなかかかりません。うん、そのうちおばあさんが出てきて、助手席側の扉をカリカリと引っかきながら、開けて開けてと言っていたのですが、ようやくエンジンがかかった車でそのまま発進してなんとか逃げました。そこで目が覚めた私は、なぜかその日から仕事に行って、まず個人の遺影写真を確認するようになりました。うん、なんとなくの予感を当たり、夢を見た3日後のお通夜に行った時の遺影写真には、あの時のおばあさんが写っていました。うん、何の縁もゆかりもなく、しかも3日前はその方はどんな状況かわかりませんが、まだ生きていたはずです。うんうん、なぜ私の夢にあんな形で現れたのかは全くの謎ですが、不思議な話はこの他にもいろいろとありましたというお話でございます。うん、はい、結構おもろいなと思ってね。まあ、まずちょっと珍しい感じですね。そうですね、職業自体も葬儀の司会、そんなにいないと思うしね、絶対数でね。うん、夢の中に出てきたちょっと怖い、ね、おばあちゃんが、うん、その3日後の、まあ、お通夜やったかな、葬儀やったかな、に、まあ、遺影写真で、まあ、あってっていう、まあ、うん、生きてた時ですからね。うん、亡くなった時じゃなくって、だから余地なんじゃない、どっちかっていうと。そうね、だからどういう意味合いで開けて開けてなのかで、扉を開けてなのかなと思って、扉を開けてるのに出てきてて、車にもガチャガチャやってるってことは、うん、もう全然何か違う意味なんですよね。開けて扉じゃないし、うんうん、何を開けての意味だったのか、もしかしたらその亡くなってるから亡くなった原因になったこと、もしかしたら開けていたらまだ今も生きていられたみたいなさ、あ、状況、うん、そう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 、火事になってるとか、そうそうそう、そういうこと、そういうこと、なんかそういうのも考えさせられるよなという出来事ですよね。まあそうね、分かんない、そうそう、もうちょっと情報がないと、ね、そうですね、まあ、分かんないから何とも言えないんだけれどもね。でもなんかそれ以外にもたくさんあるらしいので、ぜひぜひまたですね、うん、プリリンゴさん送ってきていただければと思います。はい、それでは続いていきます。続いてオカルトネームコンコンタヌキと申します。ありがとうございます。造園屋の親戚から聞いたお話ですと。はい、親戚を Z さん、かっこ造園屋さんだからとします。まあ造園で Z ですね。はい、Z さんは造園屋として日本庭園を作り、樹木を植えて樹木の刈り込みをすることを生業としていました。うん、そんなある日 Z さんが新規で庭作りを頼まれ、施主宅へお庭を見に行くと、庭に大きな石があり庭園の構造図にも合わなかったので、施主と話し合い引き取りました。うん、庭の石を引き取ることは造園業界ではよくあるということですと。うん、その石は引き取り後、自宅横にある灯籠や販売用の御用松を植えている資材置き場兼畑に置いていたそうです。うん、そしていざお庭作りが始まると、従業員が樹木の刈り込み中にはしごから落ちて植木鉢で負傷する、急に熱で倒れるなど、次々と働けなくなる不幸が続きました。うん、
その他に嘘だろといったトラブルが続いたそうです、うん、それでもめげずに Z さんは別の造園仲間に声をかけて職人を呼んでお仕事をいただいた施主に迷惑をかけることなくお庭を作り上げたそうです、うん、Z さんは一緒にお庭作りを頑張った職人さんたちに深くお礼をして自宅に戻りました。すると庭の隅に白装束の集団がいて何かを叫んでいました、うん、人の庭で何してんだ。Z さん急いで車から降りて白装束の集団のところを走っていき、あんたら何してんだと胸ぐらつかむ勢いで向かっていくと、白装束の集団のリーダーとおぼしきおばあさんが、あ、Z さん、あなたこのままだと死にますよ。は？あんたの周りで不幸なことついてるでしょ、私にはわかるの。あ？何がだよ、ふざけたこと言ってんじゃねえよ、なもんしょっちゅうだよ、仕事してりゃ不幸なんて左半時代。普段温厚な Z さんもとうとうブチ切れて大騒ぎ、うん、Z さん白装束の集団に殴りかかる寸前で押さえつけられて口も塞がれもごもごしていると、リーダーのおばあさんが、 Z さん、ここにある石からねものすごい悪い気が出ているの。私たちがさっきご祈祷したから少し収まったけど、でも抑えきれないの、早く処分した方がいいですよと涙目で訴えたそうです、うん、でも Z さん塞がれていた口を自力で解放して、その石は今は俺のもんだ、たたりがあろうがなかろうがそれは俺の商売道具だ、俺の持ち物にケツつけるのは喧嘩と同等、喧嘩売るならババアだろうが許せねえと数人に羽がいじめにされていたのを払いのけて、殴るために上げた拳をぐっと止めて鬼の形相で睨み続けたまま、拳折れる前に去れや。花の刑事の話じゃないですよこれはね。白装束の集団はどこかへそそくさと去っていたそうです、うん、それからピタリと不幸の連鎖がやみ、休んでいた従業員も仕事に戻ってきて活気ある職場に戻ったそうです、うん、何度も武勇伝として聞いたのでほぼ覚えています。その後 Z さんは長生きして最後は病気になったものの、亡くなる前日まで好きな仕事を続けられていました。私の推測ですが、石は本当にたたっていたものなのかもしれませんが、たたる理由も聞かずに謎のお祓い集団にご祈祷されてうんざりしていたところ、 Z さんに救われておとなしくなったのだと思います。まあ石は喋らないから真実は分かりませんけどね、という、うん、はい、お話でございました。造園屋さんですね。なんだこの話って、なんか不思議な点がいっぱいあるというか、なんかほんま昔の話みたいなね、喧嘩や Z の話みたいな、ね、いや確かにね、すごいですね Z さん、まあ、昔の職人ってでもまあそういう感じではあるけどね、まあ、うん、そうよね、うん、ですけどやっぱりあのかっこいいセリフがたくさんありましたよね、うん、拳折れる前に去れやとか、うん、仕事すりゃ不幸なんて三時でいいやつとかね、まあまあまあ、いいですね。でもこの白装束の人たちは善意でやってない？善意でやってるし、うん、なおかつその悪いもんが出ていて、うん、あなたこの前とむちゃくちゃな目に遭いますよって言って、あのそこから拾い上げてきたものをスッと来てなんかお祓いしたわけだから、うん、本当に力あったんじゃないのって思っちゃうけどね。通りすがりのいい人たちだったような気しなくもないんだけど、通りすがりの白装束、うんうん、ただケチつけたってなっちゃうんだなっていう、そうですね、それをあじゃった方がいいですよって言った、うん、商売道具でいいって返しちゃったみたいな。じゃがしと、うんうん。確かに勝手に敷地内に入ってくる、まあまあ、敷地内に入ってくる装束もそうだんだけれども、まあね、善意でやっているその人たちを、おいこらって言って、うん、拳振り上げるのも、まあ、そう。っていうね。まあ、まあでもそうなっちゃうか。どうなのかな。なんじゃこいつらって思うよね、ちょっとね。まあまあ、うん、まあね。それをさ、ずっとやられ続けたりとか、うん、それによって迷惑、葬るようなことがあったら全然職人のね Z さんの対応でもいいと思うけど、あまあまあね、なんか別に何も起きてねえからなっていう、そうですね、まあ、アドバイスしてくれただけだ、しかもあのそれから全然なくなって戻ってきて活気が戻ったって言ってますから、ね、うん、亡くなるまで普通に元気やったと言いますから、うん、まあでも多分覚えてもいないんじゃない、もう次やったら、そうね、うん、まあ、武勇伝として語ってたぐらいですから。ぽいね。ね。まあ、そういう話だったということでした。続いて、いきます。続いて、メキッキメヒコさんです。はい。ありがとうございます。介護に携わっていた時の話。
ですね、うん、はい。私が介護に携わっていた時の不思議な体験を送らせていただきます、はい、認知症を患った A さんはご主人が亡くなり日中に一緒にいる人がいなくなってしまったため急遽私の勤めるデイサービスを利用することとなりました、うん、認知症を患っていたものの足腰は丈夫で快活な明るい方だったので打ち解けるのも早くスタッフとも気さくに話ができる方でした。数日何も問題なく過ごしておられましたがある日窓の外を見て外からこちらを見ている人がいるねと言い出しました、うん、私も他のスタッフも何度も確認するのですが誰もいません。見間違うものもなく不思議に思っていると誰も分かってくれないことに A さんは苛立ち始めました、うん、明るく優しい方なので少し驚きながら外にいる人の様子を聞くと黒い服を着ていてこちらを見ているよ何書き物をしているなんか気持ち悪いねと教えてくれました。少し疲れたのかもとベッドで休むよう促すとそうだねとベッドに横になるのですがその後ベッドに横になったままあることを言い始めました。かっこ亡くなったお父さんがこちらに聞いて言ってるのかな呼んでるのかなとそんなことないですよお父さんの分まで長生きしましょうと声をかけてみるものの何度も同じことを繰り返していました、うん、その日は少し不穏なままご帰宅されスタッフも少し心配していました、うん、次の日いつものようにお迎えに行くと家の前に人がたくさん気がついたお嫁さんが慌てて近づいてきて、うん、ごめんなさい急なことで連絡し損ねちゃったんだけれどもおばあちゃん朝亡くなったのだからもう利用できないですと、うん、慌ただしくその場を去るお嫁さんにお声かけすることもできず邪魔になるのでそのまま施設に戻りました。その日の仕事終わりスタッフと話をしていてみんなが思ったのはあの時外で見ていた人はもしかしてということでした、うん、黒い背広と言っていたかなそんな服を着てメモを取っているなんだか不思議で不気味な体験でしたという話ですね、うん、ひろさんがなんかよく話す、うん、死神に近いような話は、うんまあそうだね、あちょっとね思いますけれどもねメモをしてるんですってこっちを見ながらね、うん、書き物をしてるなんかね、うん、チェックなのかね なんかの採点をしているのか、うん、予定通り体悪くなってますわっていう記録なのかもしんないしね次の日亡くなりそうですみたいなことかもしんないし、うん、何にせよそれを見ちゃったおばあちゃんがふーっと言ってみんなも怖がるんだけれども、うん、次の日実際に亡くなってしまうという迎えに来たのかなっていうお話でしたね、うん、はい、はいまあ、なかなか多いけれどもそういう話ってね、うん、うんこういう風になんかメモを取るってなんかちょっと面白いなと思いますね。メモを取るあんま聞いたことないね聞いたことないですよね、うん、では続いていきます。続いて最後でございます。分娩室での G 行為ああ、はい、あなたが大好きな話ですね。大好きというかまあまあ衝撃でした、ね、興味深いというね、はい産婦人科医であるいとこに話を聞いてきましたのでメールをいたします、うん、いとこにこの動画を見てもらったところ俺は経験ないけどもしかしたらこのママさんいつもは気が強いのかも、うん、それが痛みに耐えてる表情や息遣いに興奮したならあり得る、うん、物に興奮したり遺体に興奮する性癖があるくらいだから妊婦さんに興奮するのは普通なんじゃない、うん、しかも奥さんだし妊娠中ずっと我慢したのもあったのかな。俺も間近で見たら目が点だろうけどそれを冷静に対処できる看護師さんたち素晴らしい、うん、さすがプロだな。俺の知り合いで父親の葬儀の際自分が喪主にもかかわらず参列者の中に自分のタイプの女性がいたらしく、うん、勃起したとかって言われることがある、うん、不謹慎な状況でも興奮するやつなんているんじゃない。これがまあ彼の見解ですと、うん、産婦人科医のね、うん、だからまあ普通ですと。それは普通か気が強い普通ではないと思う。ママさんが痛みに耐えてる表情や息遣い興奮したならまああり得るんじゃねえかっていうことなんですね、うんうん、でまた研修医だった頃持病がある方の出産で万全の体制で臨んだんだけれども残念ながらママは亡くなってしまった、うん、それから赤ちゃんが退院するまでベッドの脇にこの亡くなったお母さんですね、うん、女性が立っていて切なそうに我が子を見つめていた。うん、そりゃ無念で仕方なかったんだろうな。俺霊感なんてないと思ったからあんなにはっきり見えてびっくりした、うん、あれ以来一度も見てないからあの時見たのが不思議だよと話してくれました、うん、ちなみにおじにも聞きました、うん、幽霊は見たことないけれども開業した時看護師さんを募集したらその中に
今回の動画のような、うん、出産時に G 行為をした人がいたって言ってたな、うん、教えてくれました。へえ、いる、うん、すね、一定数いるんだね。いるんすね、うん、はい、以上が私の聞いたお話ですと、うん、はい、ありがとうございます。だから、まあ、この方曰くですけれども、まあ、ありえるんじゃねえか。で、しかも他の人に聞いてみても、やっぱしてる人いたよっていう。うん、だからその、むちゃくちゃない話でもないみたいですね。まあ、表に出づらい話ではあると思うけどね。あ、まあね。うん、だって、ばらさないと出ないわけですからね。まあ、そう考えると、俺が思ってるよりは、はるかに多いのかもしれないね。その、件数が、まあ、そうね。そうそうですよ。まあそういうですね、今回職業の体験談をですね、紹介させていただきました。間違えるかどうかわからないけれども、ちょっといいのこれ来たなって思ったらやらせていただきますし、うん、あと前回ね、この前に芸能界のちょっと怖い話するって言って募集したんだけれども、うん、実名エグすぎて出せないって言ったんだけれども、それ以外にも結構集まってきて、もしかしたらそれやるかもしれないです。うん、はいはい。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。トシュボーイズですね、はい、メンバーシップを開始しております、はい、メンバーシップ始まっておりますので、はいはいはい、皆さんですね、ちょっと有料ではございますけれども、それに見合ったような内容のね、動画生配信、まあ、企画などもやっていこうかなと思っておりますので、はい、ぜひ入っていただければと思います。はい、お願いします。概要欄 URL にですね、そこからクリックしていただければ入れますので、うん、ぜひぜひお願いいたします。以上です。ありがとうございました。